皆さんこんにちは。海進整骨院坂井院院長の川端です。今回は寝つきが悪い人の話をしていきたいと思います。寝つきが悪い人の原因っていうのは基本的に自律神経の問題だったりとか、あとは血流の問題とも言われたりもします。しかしですね、本当は寝つきが悪かったりとか夜中目が覚めるっていうのは実は背中の方の緊張っていうのが問題になってきます。背中の背骨を中心に横に大きな筋肉っていうのは2本あるんですけども、これによってまあ大体体は支えられているような感じになってます。でこの部分が固まって緊張を起こしてしまうと、実は自律神経の交感神経が高ぶった状態になってしまうんですね。そうなると普通だったら横になるとスッて眠れてしまうものが、興奮しているものだからどうしても眠れなくなってしまうんです。で人の体っていうのは基本的に横になると緊張をほぐすっていう作用が働くんです。いわゆる立ってる状態っていうのは筋肉を使って体をしっかり支えないといけない状態なので、もちろん交感神経っていうのが働いてしっかり体を支えるようにしています。しかし寝る時になるとこうやって体を支える必要がなくなるので、普通だったら副交感神経が働いて筋肉が緩んでいくっていう風になっていきます。しかしこの調節がうまいこといかないとなかなか寝つけなくなってしまうんですね。でやっと寝たと思ってもすぐ夜中に目が覚めたりとか、あるいはトイレに行きたくなるっていうのも、もしかすると背骨が固まってたりとか緊張してる原因かもしれません。で今回はですね、この緊張を起こすために寝る前にやってほしい体操っていうのを教えていきたいと思います。それでは体操の方法を教えていきたいと思います。まず手を頭の後ろで組みます。そして脇をちょっと締めるような感じで、固定します。この状態で後ろに反らしたり前に倒したりっていう風にしていきます。ゆっくり動かすんですね。その時に背中の部分、この部分っていう部分を意識するんですけども、特に肩甲骨の内側の部分を意識したりとか、あるいは肩甲骨と腰の間、この部分を意識して前後に動かすとより効果的になります。でこれをした後に今度は体を右左にねじります。で最後に手を下に下ろして首を後ろ前と動かしていきます。大体これを5回から10回ぐらい繰り返して、最後は大きく深呼吸をして、でそして寝る前に、お水をちょっと飲むんですね。コップ1杯分ぐらいでもいいのでちょっとゆっくり水を飲んで、リラックスしていきます。そうすることによって腰の周りから首のあたりのこの背中の筋肉っていうのが血流が良くなってきます。血流が良くなると緊張がほぐれやすくなって、ぐっすり眠れるようになります。ぜひ、寝つきが悪い方はこれを試してみてください。